ヘラルト・ビルデルスは、オランダの風景画家である。アントン・モーブや、ミレム・マリスと共に、ハーグ派を代表する画家である。ユトレヒトに、画家、ヨハネス・ビルデルスの息子に生まれた。1841年から1845年の間、家族は、風景の美しい中町のオーステルベイクに住むようになった。オーステルベイクはオランダにおける、 外交派の画家の活動の中心となった場所である。はじめ美術教育を父親から受け、オーステルベークに住む作家クネッペルハウトの財政的支援を受けた。クネッペルハウトとは、生涯にわたり手紙のやり取りをして、ビルデルスの没後、書簡集が出版された。その後、ユトレヒトに移り、専門学校で学ぶために1857年から、 デンハーグへ移ったが学校には一年ほどしか通わなかった。デンハーグのマウリッツ・ハイス美術館で家畜の絵画を多く描いた17世紀の画家パウル・スポッテルや風景画家のヤーコップ・ファンドイスダールの作品を模写して修行した。スイスのジュネーブへ旅し動物画を得意としたシャルル・ウンベールにも学んだ。1859年にアムステルダムの芸術家の教会、 フェリックス・メリーティの一員になった。1860年に父親とブルセルでの展覧会を訪れ、フランスのバルビゾン派の画家たちの作品を知ることとなった。オーステルベイクには何度か戻り、アントン・モーブやウィレム・マリスと交流した。1865年に結核でアムステルダムで亡くなった。26歳であった。ありがとうございます。